はい、今日もあなたと百姓天国。本日は5月の5。はいはい。昨日ね、この人参除草ね、しましたけどもね。人参除草っていうのはね、一番こう、これできてないね。難しいんですよ。で、除草って言ってますけど、草をむしるとか、草を除くではないんです。もちろん草抜きますよ。そうじゃなくて土を動かすってことなんですよ。はい、わかります。この周りの人参ありますよ。これ人参の周りの土をこうやって動かしてあげるってことなんですよね。動かしてあげて抑えないってことなんです。抑えるとそこから下から水分が上がってきますから、こうやって土を動かしてあげたらふわっとこうやって土寄せするような感じなんですよね。だから人参に関しては除草ではありませんね。周りの土を動かしてあげるってことなんですよね。それによって草が生えてくるのを一時的に抑えるっていう、それがオーガニック栽培の人参除草なんですよね。はい。なのでどっちみちまた2週間ぐらいしたら草は生えるわけですけど、その生えるっていうのを遅らせるっていうことでしか対応できないっていうことなんですよ。なので定期的に人参がある程度大きくなるまで、そうやって草を生えてくるのを抑える、生えてくるのを抑える、生えてくるのを抑えるっていうのを繰り返すしか方法はないってことなんですねそれが嫌だったら除草剤撒くしかないわけですけど、だから人参除草っていうのの根本的なものを理解してるかどうかってはそこに至るわけですね。草をむしるんじゃないですよ。もちろん草むしりますよ。生えてきたら草をむしるんだけど、土を動かしてあげるって。だから1週間に1回土を動かしてあげれば、その間ね、人参は少しずつ大きくなるわけですね。なぜ人参と雑草が共生できないか、とっても簡単です。草の方が生育スピードが速いからですね。だから何もしなければ、ここからあとまだ2週間3週間すると一気に草が生えてきて、人参はどこに行ったかわからなくなるわけですよね。人参よりも野菜よりも雑草の方が生育スピード速いわけですから、追い越してしまって覆われてしまったら、こんな小さいね、2葉4葉の人参はどこに行ったかわからなくなるわけです。そうすると野菜はできませんね。それはマルチしててもそうなんですよ。マルチしててできないんですから、マルチもないようなところを草だらけにして、そこで人参はできません。はい。じゃあどうやってやるかっていうと、そういう人たちはだから一生懸命草をむしったりね、いろいろするわけですけど、でそれでできないことはないですよ。できないことはないけど、何本できるんですかって話なんですよね。ね、5本10本の話だったらそれはね、できるかもしれないですけどって話で、もちろん営農なんか成り立つわけはないので、ね、だからそういう意味では質と量のところをある程度皆さんが、一般の人が思う人参っていうものを作る必要があるのであれば、こういうやり方しかないわけですよね。無農薬でやるならですよ。で太陽熱をやらなければですよ。なので、はい、こちら見てください。これは太陽熱がかかっているので、こうやって綺麗にね、土が見えていても太陽熱が効いている分だけこうやって野菜ができるわけですね。人参はできているわけですね。とっても単純でしょ。全く1ミリも難しい話はないんですよね。何回も言いますけど、野菜と雑草は共生できませんね。雑草があったら野菜はできないんですね。だから雑草がない状態にしなくてはいけないんですね。でも我々オーガニック農家は除草剤は使わないんですね。じゃあ土を豊かにするにはどうしたらいいんですか。草を生やす必要があるんですよ。わかります。私が言ってるこの中に矛盾があるように聞こえてるとしたら、それはあなたのやり方が、考え方が間違っているんです。はい。作物を植え始めたら草はあってはならないんです。そうする、草があったらできないですから。でもこういうところに草を生やすと、雑草によって豊かになるんです土は。だけども作物栽培の段階に至ったら、草はこういうない状態にしないと野菜はできないんです。言ってること分かります？それがちゃんと頭の中で整理されてないと、ちゃんとしたプロの農家にはなれません。有機農家にはなれません。はい。緑肥、まさに雑草の一番大きいやつですよね。種まいてわざわざ雑草みたいなものを作るわけですけど、それをすき込むことによって炭素を増やして土を豊かにするわけですよね。はい。ただその土を豊かにするということと、野菜を作るということ、この野菜を作るって段階になったら草を生やしたらダメなんですよ。強制できないわけですから。言ってること分かります？この辺がしっかり頭の中でね、まあ仕事としてやればそんな当たり前のことなんですけど、うん、
実際にできないんですから。だからできるできないで判断すればとっても分かりやすいわけですよ、ね、だからそれがね、だからオーガニック栽培っていうのはすごくその辺がこう何ですか、全く真逆のことをこうやってベクトルを振ってるようなもんなんですよ、ね、でそれが嫌だったら一方向のベクトル、つまり全てを、処理すればいい、だから農薬化成肥料が出てくるわけですよね、という話です。分かりますか。それであればとっても簡単なんですよ、ね、どういう状態においても雑草がない状態にするっていうのが観光栽培ですよね、うん、除草剤使うわけですから。でもそれをやると知力は落ちるんですよ。だから雑草をね生やすことで知力は上がるんです。だけど知力は上がるけれども雑草があることによって野菜はできんのですよ。見りゃ分かるでしょ。だから草を取らなきゃいけないんです。それは家庭菜園をね一回でもやれば分かるでしょ。ね、草だらけにしてしまったらもう背丈2メートル超えてそこで野菜できますか、ね、じゃあ管理をする、ね、ちょこちょこと草刈ってそれで株元に置くだけでそれで管理ができますか。できるとすればそれは本当に数個、ね、キャベツが何個という世界でしょって話なんですよね。だからとても営農には至らないわけでしょ。この量はできないでしょ。家庭菜園でそれをやろうとすると毎日畑に行って毎日草も知らんといかんでしょってことです、ね、私のこの今回講座でお教えしている左と左オーガニック自然栽培というものは管理をしたらそれ1回で終わりです。収穫まで何もしなくてもいいわけです。ということはこれは右と右だなわかります。だからものすごく簡単なんです。これ今ウネマビニール貼ってるでしょ。つまり作付けの時にこうやってビニール貼ってしまえば管理なんてないわけです、ね、実際管理してないでしょ。だから簡単にできるんです。はい、そのやり方をお教えしているわけですよ。なので難しくないんです。なぜかっていうと管理をしてしまったらあとやることが何もないからですね。毎日草をむしる、そんなことはないわけです。ほぼ草をむしるということはありません、我が農園においては。昨日のあの人参除草だけですね。だからああやってわざとね、今年は研修生がいるのでちょっと面倒くさかったですけど、わざと耐熱マルチをかけてない1本 50m1 本ぐらいをやっぱり除草させないとね、技量的にはやっぱり自分が将来独立して人参作るときにね多分対応できないわけです。はい、なのでね、今回は私の温かい親心で人参除草をさせてあげてるんです、ね、本当はする必要はないですよ。耐熱マルチかければいいわけですからね。でもそれではね、自分がやる時になってそんなに上手にできないわけです。そうすると人参作ろうと思ったらね、除草するしかないから、それをね研修の時に人参除草したことがないってなると多分ね、それは後で後々困ることになるんですよ。ということですよね。わかりますかね。私が言ってること難しく聞こえますか。よいしょ、とっても単純なこと言ってるに過ぎないんですけどね。目的は何ですか。とってもシンプルです、はい、野菜を作るということです。無農薬で野菜を作るということです。薬剤を一切使わずにあらゆるほぼ全ての野菜を作るためにどうするのかってことをただただ私は20年やってきただけなんですね。そのためには耐熱マルチという技術は必須でございます、ね、それがないと人参なんかほぼまあできません、ね、でそれをやろうとしてこの20年苦労してこうやって足が壊れてしまったんですけどね、ずっと除草しなきゃいけないわけですよね。先ほどのあのマルチの人参除草みたいにね。でそういうものをちゃんとやればすぐに分かるんですよ。あ、これは大変だとね、あ、百姓農園さんが言ってることはこういうことかとね、やれば分かるんです、ちゃんと作ろうとすれば。だからちゃんと作ろうとしなければ逆に言うとえそらことに聞こえるんです。はい、だからいつまでたったって結果を手にできてない人はそういうことになっちゃうんですね。はい、そういう人いっぱいいますね。
よいしょ。一本目の人参ね、はい、これもちょっと撤去を過ぎつつある感じですね。だから早く出しちゃったいんですけどね。はい、ここが今デッドスペースというか空いてるんですけどね、ここ何か使いたいですね。畑をねうまくこうやって効率よくね作っていくっていうことはとても大事なことだよね。この辺がね、今僕がね申し上げたことが多分ほとんどの場合理解されてないんですね。なので特にオーガニック栽培っていうともっとなんかふわっとした感じになってるんですけど、実際はすごくねこうベクトルがこう全然反対のベクトルがあってね、だからオーガニック栽培っていうのはすごくある意味その戦略的なゲームを組まないとできないんです。私のようにこうやって年間ね常に出荷し続けようと思うと極めて戦略っていうと大げさに聞こえますけどね、じゃ実際そんな大したことじゃないですよ。そんな難しいことやってるわけじゃないですよ。私別に弁護士でもなければ私はお医者さんでもないのでそんなにおつむも良くないですしね。だからやればすぐに分かることなんですね。だから実際にそうやって農業研修とか例えばうちに来てね、私と例えば小1時間話すだけで、あそういうことなんですねっていうのは多分お分かりになると思いますね。ただある程度農業経験を持ってくれないと僕が言ってることは多分ちんぷんかんぷんだと思いますけど、実際にね有機栽培を 2,3 年どっかで研修してたりとかやればね、私の言ってることはドンピシャに分かるわけです。はい、で1ミリも間違ってないということが分かるわけです。はいだから正解って何ですかって、無農薬で安定して出荷し続けるってことですからね。野菜を作り続けるね、出荷1年間を通してね、葉坂菌も関係なく野菜を出荷し続けることが可能ですかっていう、そういうテーマなわけですよね。はい、可能ですよねっていうことやってるわけですからね。だからこれがある意味一つのその答えなんですけど、じゃあここに至るまでのそのやり方とか考え方は何ですかっていう話になるわけですけどもね。はい、だから何度も言ってるように、ね、野菜と草との共生はできないんです。はい、わかりますね。だからといって除草剤を使わないわけですよね。だから草こうやって見ればね一本もない状態にしてるでしょ。でそれをどうやってそれを維持するんですかってね。じゃあ最初から草は一本も生やさないんですか？違いますね。土を豊かにするためには雑草は必要なんですよね。ただ管理をしなきゃいけないんですね。だからうまく私たちだから雑草は根絶やしにはしないでしょ、っていうかできないじゃないですか。人間の力で雑草なんか根絶やしにできるわけない、草だらけじゃないですかね。わかります？だからこの中は管理しなきゃいけないわけですよ。でもここは草生えてくるでしょうがないじゃないですか。でここまでだから耐えそうとするから除草剤が必要なんでしょね。私はそれをしないわけでしょ。除草剤を使わずに野菜を作るっていうのはどういうことなんだっていうことをひたすら20年やってきただけのことなんですね。それで一番効率のいいやり方はこれですって言ってるに過ぎないわけです。だから私よりももっと効率のいいやり方をやってる人おられるかと思います、実際ね。はい、かなり私のこれは効率はいいと思いますね。一番とは言いませんですから、でもトップクラスなのは間違いないと思います。でもっと広いところを親になってる人は日本にはいっぱいいるはずです。はい、だからもっと効率が良ければ教えてほしいぐらいですよ、私だってね。うん、これが一番とは言いませんよ。でも今おそらく2023年現状においてオーガニック栽培で完全無農薬で野菜を安定して作るというやり方においてはある程度これはもう誰が見ても有効だとね、トップクラスだと言えるものだと思います、実際客観的に見てね。はい、なのでこれ皆さんやれば家庭菜園でもプロの人を目指す人でもできますよっていうことをだから今お伝えしているわけですよね。はい、実際こうやってできているわけですから、はい、難しくないです、実際はね。はい、習得すればそんな10年やってもう何が何だかちんぷんかんぷんだ、そんなことはないですね。普通にこうやって一緒に作業したり、あるいはこういうやり方でやっていただければ、今家庭菜園講座やってますけど1年2年で習得すれば、あそういうことかと思えばあとは自分でやっていければいいだけのことなので、はい、そんなにね難しいことは本当にないですよ。はい、ただ間違っちゃうとね、入り口間違っちゃうとえらいことです。だから草だらけにしたらダメです、何回も言いますけど。
そういうことを提唱してる人いますけど、はい、無農薬で安定して野菜を作るっていうやり方では多分それは違いますので、明らかにはっきり言います、それは違い、まあ、間違ってます。ですんで、あの野菜を作りたければですよ、はい、ちゃんと作ろうとしたらこういうやり方にならざるを得ないんです、はい、そういうことでございますね。まあ なんていうのかな、まあ、こういう話を何千回何万回としてるわけですけど、わかりますかね全然1ミリも難しいこと言ってないんですけど、はい、以上ですわかんないかな。